はい、ユグノア地方に来ましたけども、ちょっともう視界が悪いなこの辺は。なかなか、おお、ドラゴンいる。うわー、でもドラゴンはなんか戦いたい感もありますね。でもちょっと大丈夫か、この強化版ドラゴンだろ。ちょっと今ドラゴンとやらせて、ドラゴンとな。よしよし、危ねえ危ねえ。ドラゴン、ドラゴン斬り持ってるからね私。スターキメラ、まあそうでもない。渾身、ああ一発か。そんなら別に大したあれではないのかな。ドラゴン斬りもあるしな。142、パワーはなかなかありますね。よーっと2回動けるのか。そっか、まあでけえやつは2回動くよね。あーもう俺そんなポーズで打ってたのか。アモーレショットは。そしてグランドクロス、なかなか耐えきりますね。おお、ダメージプラススッコロビもあんのか。おい盾ガード、そしてとどめのドラゴンゲリー。オッケー、シルビアちゃん最後こけた状態で戦闘終わってましたね。まあ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 、強敵相手にもこれだからね。さすがわしらおっさんず4というか。うわ、やべえのがいるな。あいつはさすがに強いだろ。なんかもう、だってもう、だって尻尾3本あるもん。欲張りセット。キングリザード。え、これボスじゃないの逆に。逆にお前一般モンスターなの。アモーレショット。とんでもねえ見た目してるけどな。まあ、とりあえず言うてドラゴン系だろってことで。オッケーオッケー。まあ安定して3桁ダメージ出してたら、まあまあまあ。おたけびか。意外と小賢しいことやってくんのな。竜眼を高く上げた。打撃攻撃受け付けの、え、マジで。へえ。なるほどね。まあでもうちは結構、割とヘンテコの技みんな使うんで、うん、まあ打撃受け付けなくなっても、まあ、おーっと。パワー結構な、不思議な光消えるんかーい。早い段階で。おたけびは大丈夫だな。うん。これで、とどめになるんじゃないか。ああ、まだいけないか。渾身斬り。まあ、まあ強いけどね。4対1ならこんなもんじゃないかな。はい。グレイグが決めてますね。ドヤ顔グレイグ。まあ、13ぐらいだったらまだ貯めててもいいかな。なんじゃい。ほいほい。進めませんな。この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りちゃったか。すまんが、お主たち、これをどかしてくれんかの。はいはい。お、パワー系がいったな。わかった、これをどかすね。ほらほら、みつみつちゃん、そっち持ってちょうだい。このゴリラ3がね。ロー様、これは地下への道か。これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための道じゃ。わしの読みが正しければこの先に夢に見た戦士の手がかりがある。さあ行くとしようかの。なんか絶対なんかね、あいつが出てきたら襲われるパターンだと思うけど、なんかそういう戦士の亡霊みたいなのに立ち去れ立ち去れっつって、もうね、安心安全に行きたいならああいうのとは関わらない方がいいと思うけど、まあ、どうせそいつもまたね、何か魔王の手がかりとかそういうのを持ってたりするのよね。向こうに宝箱が見えるけど、向こうへ渡る手段がとりあえずないから道なりに進む。なんかいるな、なんかいるけど、あいつなのか。我々が出会おうとした人物は。うう、口惜しい、口惜しい。まあ、だよな。青い人玉。まあ、青い炎のがね、温度が高いなんて言いますけど。うん。己またやってきたのか。邪悪なる魔の者たち。いや、どっちかでそっちの方が邪悪っぽいでしょ、その、顎だけ出てる君。貴様ら魔族のせいで私は全て失ったんだ。許さん、許さんぞ。
抜いたよ。もうこの戦士はやはり三つ三つい、こやつと話がしたい。一旦こやつを沈めるのじゃ。そうね、嘆きの戦士随分まあ強そうだけど、まあとりあえず全員命令でいきますかね。やっぱりやっぱ全員やっぱみっちゃんの言うことを聞いて戦えよっていう。でそうだな、なんか主人公はバフ系の技はないと思うので、まずはどのあたりからいきますかね。まずは一旦覇王山使っちまうか。まずは最高火力よ。おーら、はい、123強い。そしてジジイはですね、まず癒しの雨かな。まずこれを打っといて、チビチビね、これが結構でかいからね、なんやかんやでボス戦みたいに長いターン叩かなきゃいけないやつは。でシルビッチョンどうしようかな。ピオリも使ってもいいけど、なんかこっちの方が割と先制取れてるんでな。みっちゃんにバイオシンでもかけますか。攻撃のバフをかけてダークブレイク。んー、おー強っ。マジか。呪いの雄たけび。おっと、呪われし、やべえ、呪われた、どうしよう。呪い解く 手段あったかな。なんか呪い解き、毒麻痺だよね。呪いはちょっと解けないかもしんないな。これとっとと倒すしかないか。全身全霊切れ、全身全霊切れ、おお効くね。呪いはあんまよろしくないな。でグレイグにもバイオシン、とにかくこの二強の筋肉を上げて、あっ、深く集中。やべえやべえ、あいつ結構やばそうだなマジで。でまあそれ火炎切りぐらい、どのぐらいのダメージだ。バイオシもかかってるし、77。はいはい。でおじいちゃんはマヌハ、ルカにルカナは効かなそうですね。あ、呪い解けるじゃん。へえ、呪い解けたのか。じゃあ呪い解こう。知らなかった、呪い解く技あったのか。よかったよかった。いやー、ローのじっちゃんはね役に立ちますね。全身全霊でどんどんぶち込んでいく。おらーおいそして覚醒、きたきたきた。よーし、メラハリケーンか。あの仲間呼び使いたいんだよな。多分僕も連、あの僕も覚醒状態になったらそれが使えるようになるのかなと。まあとりあえずハッスルダンスで戻って体力を高めに保っていきますか。ハッスルハッスル、ダークブレイク。ハッスルダンス踊っといてよかったね。みっちゃんガードしてんじゃん。うわ、呪いのおたけ結構、まあ呪われなかったんでよしとしますか。じゃギガスラッシュのダメージ見ちゃおうかな。ギガスラッシュ、あらあんま効かないな。ギガスラッシュバイオシンの影響受けないのかな。なんか89ってなんかあれですね。いやでもこれは効かないだろ、ユグアナの子守歌。というわけで、自分の呪いを解いてみましょうか。まあね、こういうのは早めに対処しといた方が絶対いいから。もうグレーがバンバンパワー系でフルスイングして、じゃあ、お、ちょっとずつ弱ってきてる。覇王山で、おいしょい、おー144、いいね。で私どうしよっかな。タップダンスあんま意味ないんだよな。アモーレショットで持つか。アモーレーショット、もう背中が広すぎてもう敵の姿がほぼ見えないですけど。よし、じゃあグランドグラス、もうどんどん攻めていくか。
やっぱ4対1なんでね、結構強いよなこっちは。あ、ラリフォーマー、これちょっとやばいぞ。おっと、結構寝ちゃったね。結構寝ちゃったでござる。どうしよっかな。あ、夢見の花じゃなくて、起こすやつないのか。とりあえずもう攻めていくしかないか。あ、でもちょっとローが体力やべえか。みっちゃんで回復させるしかないな。みっちゃんで、みっちゃんのベホイムでローを回復。 OKOK、 みっちゃん回復役もできるかね。ダークブレイク、おーっ、ダークブレイク食らっても起きないの、あんた。呪いの弾投げつけられてるけど、うわ、最大 HP が減った、マジで。そんな小賢しい真似を。とにかくグレイが歩みを止めない。全身全霊切り、オッケー。やっぱグレイグのパワーはやべえな。こいつは多分人間じゃない、ゴリラだな。多分ゴリラ、ゴリラとゴリアテとジジイとみっちゃん。う、ぐ、口惜しい、口惜しいぞ。よくもエレノアとみつみつ、え、俺、お、俺、許さぬ、決して許さぬぞ。なんでみつみつちゃんの、もしかして戦士ちゃん、みつみつちゃんを知ってるの。やはりそうか、お主はアーウィンじゃな。アーウィン、スターフォックスの戦闘機みたいな名前ですけど。アーウィンはこのユグノア王国の王であった男じゃ。それと同時に勇敢なるユグノアの戦士でもあった。そしてみつみつ、アーウィンはお主の父親、マジで親父、まさかこんな形で再会する。そうなの。お父さん今ぶっ倒しちゃったけど。アーウィンよ、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。わしによく顔を見せておくれ。そう、確かになんか昔の勇者みたいな格好してますもんね。顔がねえ、顔のない男となってるな。これは一体。ああ、ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのをずっと待っておりました。この声には聞き覚えがある。夢で我々に助けを求めてた声だ。あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグノア王国を治めていたアーウィン王です。16年前、ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を胸に立派に王国を守りました。しかし今やその光は失せてしまった。今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢をさまよう悲しいしかわね。ほんとすげえ悲しいよ。なんかもう顔もなんかブラックホールみたいになっちゃってるし、切ねえよ。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて、彼の絶望に光を照らしてあげてください。今の声は一体ってなると、今の声が僕の母ってことになるんですかね、もしかしたら。だけど、この戦士の正体がアーウィンだと分かって、ま、このままほっとくわけにはいかんの。アーウィンじゃなかったらほっとくのか。その言い方だとそうなるぞ。誰でもこの状況はほっとけねえけどな。しかし一体どうすれば。確かにどうすればいいんだろう。どのようにしてくださいと。おっと、とりあえず踊りを踊っている私。どうするジジイ。あのアーウィンがまさかこんな姿になってしまったとは。なんとしても奴を救ってやらねば。あいつに話しかけるとりあえずいいのかな。そうだね。まあ、鳥今、おっさん。ああ、口惜しい。よくもエレナとみつみつ、許さんぞ。決して許さんぞ。許せません。許せません。抜け殻とアーウィンの中から、泣きの声が聞こえる。さらに近づいて声を聞いてます。覗き込むと吸い込まれるんじゃないかな。スポって。すごい、なんか吸引力ありそうなの、この顔。わー。吸い込まれる。な？なんちゃ、いきなり、ドアップが口？ゲファファファ。新鮮な食材やってきよったい。何年ぶりかの、ゲファファ。随分な笑い声ですね。笑い方に個性がありすぎるというか。さあ、我が絶望の中に落ちてくれ。極上の悪夢、貴様にも見せてやろう。極上の悪夢、それいいのか悪いのか。
惜しい、あ口惜しい、あ口癖なんかな、この口惜しいってのは。もしあの日に戻るなら地獄の豪華に焼かれてもいとわない、あ口惜しい口惜しい、これ夢でも言ってたことですね。はい、なんかこう色合いが昔の、ほいほい、これ過去の映像ですかね。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。いつみつい様のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。あ、この人だったか。皆様ありがとうございます。本日は我が国ユグノアにとって特別な日、祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。あー、この人が今やああなっちゃったのか。こんな生かした髪型してたのに。サマディ王、クレンモラン王、お二人ともようこそユグノアへ。なんかすごいな、すごいな、あっちの左の人の見た目すごいな。いやいや、久しぶりですな、ウィンド。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ、ダッハッハ。この人はね、以前出てきましたね。本日の四大国会議は、ロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国、サマディだけ、のけものにはさせませんからな。一つよろしくお願いしますよ。クレーモラン王の見た目が、すごいよな。賢者、もしくはサンタクロースレベル100って感じですね。4つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって。それほどご子息、伝説の勇者、我々にとって重要な存在だということ、本日の会議楽しみにしておりますぞ。我が息子のため、遠方から来訪していただき、心より感謝いたします。四大国会議が始まる際に、またお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので、これで。デルカダール。デルカダール王はどこに？デルカダール王は、デルカダール王はロー様とお二人で城の中庭に放に行かれました。デルカダール王か、あのあいつだよな。あいつはすでにもうこの時点でおかしくなっちゃってるのかな。俺この状態で戻り続けんのかよ。これ話せんの？おお、一応話を聞けるみたいだな。このサンタにも、なるほどね。このギャルは誰？そっか、ユグノアを背負うお方なんだよな俺は。中庭か、中庭に向かいますか。なんかお食事されてる方もいますね。こうやってね、過去を覗けるなんてなかなかね、やっぱタイトル回収って感じですよね。過ぎ去れし時をなんやかんやみたいななんだっけ、なんだっけ、このゲームのタイトル。デルカダル王、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。ローから話を聞いた。そのあたの息子ミツミツイがあの勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。話は後ほど聞こう、先に会議室へ行っておるぞ。なるほど。そして老爺さん、勇者はロトゼタ社の運命を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。ミツミツイを預かりにエレナーへ行っておくれ。ローさん、髪がもうこの時から一本もないですね。さて、この辺にピンク吹き出しがいるけど。アーウィン様とロー様、そこにデルカダールの王様が階段を上がっていかれた。ついに3階の会議室で4大国による悲しみが行われるね。一体どうなるのかしら。君はね、多分僕に話しかけたんじゃなくて、それを独り言言ってるっていう多分体だと思うんだけどね。一人でこんなこと言ってるおばさんいたら、なかなかなんだこのババアって、街も大騒ぎだな。さてさて、まあ、過去の世界なんでね、いろいろまさぐっても多分アイテムとかもらえないと思うんで、まあ、とっととね
あの、ん、ここにも僧侶がいるけど、普通にセーブできる。マジか。セーブできるのかこれ。ちょっとセーブしていくか。どんもどんも。だーだー、あぶー。私かな？あ、私じゃん。わら、お母さん、べっぴんさん。あ、てこれ、マルティナちゃんじゃん、これきっと。だよね、まだ、胸が膨らむ前の。赤ちゃんってこんな小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレノさ、みつみつに触っていい？壊れちゃいそうと言いながら触っていい。なるほど。いや、でもお母さん、美人ですね。ちっちゃい手。ふふ、みつみつ言ったら、マルティナこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。ああ、昔のクリリンガオの僕。久々に出てきましたね。みつみつや勇者として生を受けた希望の子。いやね、ほんと生まれながらにね、とんでもない十字架を背負ってますよね。もっと普通に生きたかったって思ってる節もあるのかもしれないね、もしかしたら。普通になんか、農業とかやって暮らしたかったみたいな。この子は大きくなったら父親にていかなる困難も乗り越える力強いたくましい子になってほしいわ。エレノア様にいたらみんな優しい子になるわね、きっと。キャッ、うん、あいにくの天気ですね。アーウィン様、さてさてどうなることやら。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。みつみつよ、こちらへ。大丈夫かね、会議の時に赤ん坊を見せてビービー泣かれたら会議止まっちゃない？みつみつ、これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるから。まあ怖いおじちゃんいるね。特にデルカダールのやつは顔がもう怖いからな、そもそも。まったく、あなただったらそう強く抱きしめたら苦しいじゃないね、みつみつい。エレノアとアーウィンの息子がみつみついってなんか統一感がないですよね。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて、私さっきからなんか胸騒ぎがして。エレノア、安心してくれ。何があっても君とみつみつや私が守るから心配いらないよ。そう強調されるとなんかフラグっぽくなりますけどね。果たして守りきれるんですかね、アーウィン様。私は急になんかフェードインしてきましたね、画面に。あはは、マルティナのお父様は強くて勇ましいデルカだろうだ。私よりよっぽど頼りになるよ。よう懐いてるね、人んちのガキなのに。きっとなんか近所でも評判のいいおっさんなんやろな、アーウィンは。さて会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね、エレノア、後のことは頼んだよ。お母さんでも死ぬほどでかいピアスみたいにしてますね。若い頃結構チャラめのピアスの穴4つ開いてますみたいな、昔は遊んでましたみたいな人だったのかな。行ってらっしゃいあなた、みつみつ。あ、俺も取り残されてた。弟ができたみたいに嬉しいな。みつみつが大きくなったらいっぱい遊んであげようっと。なんかなこの幸せな感じを見てからのこの後絶望が待ってるってことを分かってる状況、切ないよね。もう踊るしかないよね。そこに誰かいる？いや、いません。誰もいません。どうしたのエレノア様、誰もいないわよ。あら、気のせいかしらね。あの子のみつみつの気合を感じる。まあすごいな、母親というのはすごいな。今アーウィンと一緒に会議室にいるはずね。どうかな、あなたの後ろで踊りを踊ってるかもしれませんぞ。今日はみつみつにとって大事な日なのに、私が不安がってちゃダメよね。こんな時なんだからしっかりしなくちゃ。さて、なんもないよね。え、もらえんの？アイテムもらえんの？過去の世界だけど。え、そうなんだ。マジか。へえ。レシピとか手に入るじゃん。まあでもあれだよな、これ多分もう戻ってこれないから、この場所には回収不可能みたいなアイテムはないですよね。だから貴重品みたいな、
消耗品的なアイテムしかないとか、まあそんな丁寧にまさぐんなくても大丈夫っちゃ大丈夫なのかな。